今回はアメリカ時間で2月13日にネットに出たニュースで、すでに国内ネット界隈でも周知されているかと思いますが、2025年以降毎年2セットの大型ユニバースビヨンドセットが出るようになるという件について考察してみようと思います。まずはじめに、このニュースのソースはどこから出てきたものなのか、どんなニュースだったのかを振り返ります。このニュースはアメリカ時間で2月13日にダイスブレイカーという海外のボードゲーム専門ニュースサイトが最初に出したもので、それによりますと、同日2月13日にウィザーズの親会社であるハズブロが開催した決算報告にて、ハズブロ社 CEO のクリス・コックス氏が、2025年以降年間6セット発売される大型セットのうち2セットがユニバースビヨンドになると投資家に向けて語ったとのことです。ちなみに、ここで登場したハズブロ社 CEO のクリス・コックス氏についてなのですが、2022年1月からハズブロ社 CEO を務めている人物で、過去にはウィザーズ社の CEO を務めていた時期もあり、近年の MTG における統率者向けカードセットの乱発など過剰な利益追求施策についてはこのクリス・コックス氏の肝入りで行われているのではと噂されている人物です。そしてそんなクリス・コックス氏が1年に2回ユニバースビヨンドセットを出すという方針を発表した背景なのですが、ソース記事でも書かれている通り、2023年6月に発売されたユニバースビヨンドセット指輪物語中津国の伝承が、発売から半年で2億ドルを売り上げ、 MTG 史上最も売れたセットとなったことが影響していることは間違いありません。ハズブロ社はウィザーズ以外のほぼ全部門が赤字であり、キャッシュフローがマイナスであるという噂もあるほど厳しい状況で、唯一の黒字部門であるウィザーズの売り上げを増やしてハズブロ社の赤字を補填したいということなのだろうと思われます。とまあ、ハズブロ社の思惑よりも我々プレイヤー目線で気になるのが、これにより MTG にどんな影響があるのかですよね。私が今回のニュースを見て気になった事柄は、主に今画面に出しているこちらの3点についてですので、この3点について私の考えを述べていこうと思います。1点目です。2025年以降は年に2回ユニバースビヨンドの大型セットが出るとして、そのユニバースビヨンドセットはどのフォーマットで使えるのかについてです。まず、スタンダード向けセットとして発売される可能性は低そうです。ウィザーズは公式配信ウィークリー MTG などでユニバースビヨンドをスタンダードリーガルにすることは考えていないと常々発信していましたからね。一番可能性が高いと感じるのが、おそらく皆様同じ考えだと思いますが、モダン以下のフォーマットで使える、いわゆるモダンホライゾン系セットとして発売されることです。先ほど述べた通り、この度の年2回ユニバースビヨンドセットという新方針は、指輪物語中津国の伝承の商業的大成功を受けてのことであり、その成功を再現したいのなら、指輪物語中津国の伝承に倣ってモダン向けセットとして出ることでしょうね。スタンを経由せずモダンに直接カードを追加するモダン向けセットについては非常に賛否両論が激しいですが、私は動画で何度も話してきた通り、これまでずっと肯定的な立場を取ってきました。ただし、それはこれまでがそうだったように1年に1回程度ならの話です。環境の変化が緩やかであるというのがモダンのようにローテーションのないフォーマットの利点の一つですが、1年に2回もモダン向けの大型セットが出て、しかも今年7月に出るアサシンクリードのように大型セット以外でもモダンにカードが追加されることになれば、それってもうスタンダードと大差ないですよね。モダホラ肯定派の私も、年に2回もモダホラ系セットが出るのはさすがに反対です。とはいえ、蓋を開けてみれば、2つのうち1つはモダン向け、もう1つはバトルボンドのようにエターナルの未使用可能ということもあるかもしれません。2025年になってみないとどうなるかわからないということですね。2点目です。2025年以降6セット出る大型セットのうちの2セットがユニバースビヨンドになるのなら、2025年に発売を予告していた6つの大型セットについては一体どうなってしまうのかについてです。去年の時点で2025年に発売予定の6つの大型セットについては、その内容がすでに公開されていました。それら6つの大型セットの内訳ですが、再録セットであるイニストラードリマスター、デスレースモチーフのテニス、タルキールへの再訪セット、アルティミット、ファイナルファンタジーのユニバースビヨンド、宇宙空間が舞台のバレーボール、ローウィンへの再訪セット、レスリングの6つになります。しかしながら、今回のクリス・コックス氏の発言によれば、6つ中2つがユニバースビヨンドになるとのことで、ファイナルファンタジー以外の5つのうちどれかが2026年に後ろ倒されるか
あるいはセット自体の発売が中止になる可能性が出てきてしまいました。順当にいけば、イニストラードリマスターがユニバースビヨンドに置き換わるのが一番当たり障りがないですが、ハズブロ社やクリス・コックス氏はウィザーズには再録セットを出しまくってほしいと考えている節があるので、最悪の場合イニストラードリマスターでもファイナルファンタジーでもなく、スタンダード向けセットである4つのうちどれかが2025年に出なくなるということも考えられそうです。 MTG の主軸はスタン向けセットであるはずですので、それだけは絶対にやめてもらいたいですね。3点目です。年に2回もユニバースビヨンドセットが出ることにより MTG 本来の世界観が損なわれてしまうのではないかということについてです。これについてはユニバースビヨンドについて圧倒的に肯定派だった私としても非常に非常に心配しております。マーク・ローズウォーターさんをはじめとするウィザーズの社員の方々は皆声を揃えて、 MTG の主役はユニバースビヨンドでなく多元宇宙の内側だと常々おっしゃっておりました。しかしハズブロ社やクリス・コックス氏が馬だといえば、しかも馬になるのが今のウィザーズと MTG です。ユニバースビヨンドのセットは指輪物語、中津国の伝承、ドクター風統率者デッキ、ウォーハンマー 40K 統率者デッキなどの商業的成功を見れば分かる通り、どれもバカ売れしますので、ハズブロ社やクリス・コックス氏が MTG のさらなる利益拡大を望み、 MTG 本流のセットよりもユニバースビヨンドのセットにリソースを割いて作れという方針を打ち出したり、なんなら年に2回どころか3回や4回ユニバースビヨンドのセットを出せと言い出す可能性もあります。マーク・ローズウォーターさんなど本当に MTG を愛しているウィザーズ社員の方々には、なんとかそういった圧力を跳ねのけて MTG を楽しんでいるファンのための製品作りを貫いてほしいです。以上の3点は私が今回の年に2回のユニバースビヨンドセットのニュースを聞いて感じたり不安になったりしたことです。とはいえ、今私がお話ししてきたことの半分くらいは憶測に過ぎませんので、実際に2025年以降になってみると MTG ファンの大半が納得できるような形でのユニバースビヨンドセットの商品展開がなされるかもしれません。どうにかそうなることを願いたいです。そして私の一番の望みですが、皆様同じことを願っていると思いますが、ウィザーズがハズブロから独立して自由な商品作りができるようになることです。何とか実現してほしいですね。皆様は今回の年に2回のユニバースビヨンドセットのニュースどう感じていますか？コメント欄でぜひともお聞かせください。